けに役人が多いな。あの黒船の中で大事な会議が開かれているらしいぜ。なんでも五大老様のお姫様たちが乗り込んでいるんだとよ。日英合米の製紙工場、この網浜にお建てになるのですの。はい、日本は世界でも有数の良質な絹の産出国。そこに英国の技術が加われば、世界に通用する絹製品ができるのです。素敵なお話ですわね。お父様もお喜びになりますわ。攘夷派の連中が騒ぎ出しそうな話だけど。私は日本が豊かになり、人々の幸せに貢献できればと。考えています。オロさん、不謹慎ですことよ。いや、実に建設的で興味深いお話でした。未来志向というやつですな。雲上所頭取諸茂、感服つかまつった。いいかお前ら、上位志士どもが何やら不穏な動きを見せているようだ。大問題だよ。寿光はある限り勝手な真似はさせないぞ。女王陛下の名にかけて、万人どもは一匹たりとも船には近づけぬ。おおおおおおのれ。出たな、赤ギレット。ご聖堂に逆らう大罪人め、王という今日こそ成敗してくれる。うるせえ幕府の犬だな。黙らせてやろうか。言うな、行くぞ。上等だ。侍に遅れを取るな。お侍さん、見てないで、何とかして。頑張って。うわ、早速国際問題じゃないか。
Shit! 孔子様！付き合ってもらうぜ。取って食おうというわけではないがな。助けてください！下等の女を助けようというのか。お願い、助けて。誰だてめえ。誰だか知らんが、助かるぜ。野良犬が幕府の番犬になったか。これからだ。終わりだ。おお、腕は確かなようだ。面白いじゃねえか。やれんのか。これからだ。てやんで。自由なのに。弾が飛んでこなくなりました。波も随分穏やかに。これならすぐに着きますよ。つべこべ言わずにさっさと漕ぎな。もう戦が終わってしまいますの。やるな。赤城、大丈夫だ。敵にするには惜しい男だ。見たところ浪人のようだが、あんた一体何者だ。あんたこの国の今をどう思ってる。もし売れ行きがあるならその腕を。上位覚悟。異敵の女は香水臭くてかなわんぜ。野蛮人め。なめるな。これからだ。なめるな。終わりだ。油断したか。待て、助太刀するぞ。すまない。皆さん、ごきげんよう。ようやく間に合ったよ。私たちも混ぜてほしいですの。そこのあなた、お相手していただけます？
なんだい、こいつ強いじゃないの。よくも公衆の面前で恥をかかせてくれましたわね。私たちを本気で怒らせたらどうなるか見てらっしゃい。勢いよく打ち上がりましたわね。お楽しみはこれからさ。覚えてなさい、お父様に全部言いつけてやるから。すげえや、お侍さん。残酷姫君三姉妹の悔しそうな顔、ほら胸がスーッとしたぜ。いいざまだな。おい、姫君様に牢関を働くとはいくらなんでも許せんぞ。のほ、どけ大官。その腕、俺たちと共に日本を救うために使わないか。てや、間違ったことに使ってはならんよ。こいつらは悪者だ。俺たちはこの先の神社にいる。待ってるぜ。お前が一番許せん。待て。元気だね。俺は帰って休むよ。あなたのような方が現れるのを待っておりました。よろしければ一度領事館へお越しください。僕も待ってるよ。侍か、いいものを見せてもらった。あの花火、一体何だったのかしら。嫌な予感がする。大変だ、五大老様がお出ましになるぞ。だ五大老様といや将軍様の片腕だぜ。そのお偉いお方が自ら江戸を打って出られるとはどういうこった。あの残酷姫君三姉妹の父親出すのだが、親の顔が見てみたいもんだな。し、壁に耳あり障子に目ありだぞ。やるか。こんな機会めったにないぞ。焦るな、まずは様子を見よう。やけに急な話じゃないか。港の騒動がお耳に届いたのだ。それにしてもお早い到着だ。シャニーシャニー、五大老様のおなーりー。バカ、見るんじゃねえ、ブレ打ちだぞ。急なお呼び立て申し訳ございません。お父様。構いませんよ。それよりその男というのは。はい、あん
くも私の可愛い娘に恥をかかせてくれましたね。手を貸す。拙者が、つぅっ、くっ、へぇっ、つぃっ、くっ、ちょっ、それ、いっ、すっ、うん、すれ、だぁ、うん、あんな、素人が、ゴリラ、ゴリラ、すっ、鉄砲隊、撃て！大丈夫か？しっかりしろ。立てるか？引け！引け！どうだ？助かるのか？貴様医者だろう。何とかしろ。この男は俺たちにとっても日本にとっても大切な男なのだ。そう言われてもね、この方を治療できる医者なんて日本中探したってどこにもおりゃせんよ。できるだけのことはしといたから、あとは天に祈るんだね。赤木さん。赤木を救ってくれ。なんだと？貴様正気か？ダメだ。下等の医者にかかるくらいなら死んだ方がマシ。赤木さん。赤木。病院とやらに案内してくれ。小暮さん。赤木を死なせるわけにはいかん。この男の治療を頼む。上位だ。助けてくれ。殺される。皆さん落ち着いてください。この人は怪我をしているのです。傷つき苦しむ人は敵味方の区別はありませんよ。そうですね。どれ見せてください。これはひどい。すぐ手術をしなければ命が助からない。手術？体の悪い部分を切って治す医術のことです。赤木さんの体を切り刻むのか？赤木さんの体には鉄砲の弾が入り込んでいるのです。弾を取り出す手術をしないと命が助かりません。
かし。ご安心ください。手術さえすれば赤木さんはきっと助かりますよ。助かったのか。ああ、もちろん。だが、しばらく安静が必要だ。おお、やった。よかった。異敵に救われたと知ったら、なんというかな。頼むぞ頼むぞ。赤木さんが留守の間に攻め込まれては一大事だ。兵力を増強しておいた方がいいのではないか。うん、町へ出て腕の立ちそうなやつを勧誘してこよう。しかし増員したら今の武器では足りないぞ。小暮さんはどう思います？ああ、お前たちの言う通りだ。では我々は町へ出て同志を募ってきます。我々は武器を買い付けに行こうと思うのですが。頼む。相談なのですが、我々も銃を購入したらどうでしょうか？銃など武士の使うものではない。了解しました。では刀は何本ほど？そうだな、増員すれば頭数だけいる。とにかくたくさん仕入れてこい。はっ。もうすぐ退院できるそうだ。それまでは俺が赤木の代わりをせねばならん。戻りました。それだけか？申し訳ありません。買ってきました。刀屋でも開くつもりか？たくさん仕入れてこいとおっしゃったので、その…こんなに買っていくらかかった？使い果たしました。なんということだ。赤木にどう言い訳すれば。たくさんとは言ったが、物には限度があるだろう。たった二人しか増えていないのだぞ。すみません、数がわからなかったので、つい…般若透明、こんな穴蔵に隠れていやがったとはな。どうしてここがわかった？マリン組を甘く見てはいかんぜ。わざわざ隠れ家へ案内してくれるとはご苦労なこったぜ。ここを知られたからには生きては返さん。ひるむな。これからだ。
終わりだ。小暮さん、このままでは全滅です。何か策をお願いします。策などない。え、無念無想、目の前の敵を倒すことだけを考えろ。なんとかしのいだか。小暮さん、俺たちしばらくここを離れます。何？赤木さんが良くなったらまた呼んでください。頼むぞ。家事のもなくて、毎日やることもなくてさ、退屈で退屈で死にそうなんだ。何かこう刺激的で面白いことはないかな。そうだな、引きこもっているから退屈なんだ。気晴らしに散歩でもするか。日本の夕日が一番綺麗だな。血の色がする。さて、どこへ行こうか。なんだいここは。寿司だって？なんだいそれ。ああ、見てのお楽しみってやつか。いらっしゃい。さ、何を握りやしょう。握る？面白い。君にお任せするよ。あいよ。へい、お待ち。あ、なんだこれは。へい、お待ち。臭い。生の魚じゃないか。お客さん、塩まこうか。なるほど、そうきたか。乗ってやるよ。あ、これは、なんだこの刺激は。涙が止まらないよ。素晴らしい、素晴らしいよ。これはエクセレントだよ。お客さん、もっと握りやしょうか。頼む、どんどん握ってくれ。えい、サビをたっぷりね。ああ、たっぷり。僕は今日スーシーという最高に刺激的な料理と出会った。僕とスーシーを出会わせてくれた君に心から感謝する。君こそ最高の友だ。
赤城が留守の間に多くの命が失われ、仲間たちの信頼を失った。全ては俺の不甲斐なさのせいだ。このままでは死んだ仲間も浮かばれず、信頼も取り戻せん。失った信頼は結果で取り戻すしか。売国道モロを切る。よう、こんなところで奇遇だな。モロシゲル、天柱。おっと、小暮、俺一人を殺して世の中が変わるとでも思っているのか。黙れ。何をしている。今こそ売国道モロを葬るのだ。止めるな。このままでは赤城に面目が立たん。そういうことかい。俺は赤城のように人の上に立つ器ではない。俺にはこういう生き方しかできないのだ。人斬り小暮、面目役女ってか。そのヘラ尽くし、黙らせてやる。チェン、逃げりゃよかった。なんだと。赤城のようにとはどういうことだ。赤城の真似をするなということだよ、小暮さんよ。今こそ一人で考える時ではないのか。黙れ。赤城が間違っているというのか。許さん。刀のサビにしてくれる。いざ参る。いざ参る。刀のサビにしてくれよ。俺の負けだ。とどめをさせ。よしと言いたいところだが、お前さんは殺すには惜しい男と見た。なんだと。お前さんは剣の道しか知らないからだ。友の背しか見てこなかったからだ。もっと広い世界を見て、もっと多くのことを知れば、お前さんは変わる。余計なお世話だ。赤城という友があり、剣があれば、俺は他には何も望まぬ。本当かな？だったら、明日、語学場に来てみろ。語学場だと？言葉だけではない。西洋の卓越した知識や文化が学べるんだ。上位志士のこの俺に、偉人の知恵を身につけろというのか？そんなに偉人の知恵が怖いか？西洋の知識や文化が怖いか。何を言うか、そんなもの。だったら来てみろ。断る。俺はお前さんの命を助けた。助けた命は助けた者の命なんだぜ。待ってるぜ。俺は行かぬ。さてと、お前さんもよかったら顔を出してみないか。
どうだ。待てよタコ。This is a pen. This is a pen. No. This is a pen. This is a pen. This is a pen. Shut it. No. This is. Sleep.This is a pen. This is a pen. No. This is a pen. This is a pen. This is a pen. 何のことだ? No. This is a pen.This is a pen. Shigo wa tsushime. No. This is a pen. This is a pen. Hai, yoku dekimashita. Dewa tsugi wa chiri nitsuite o benkyou shimashou.これが世界ですね。世界にはたくさんの国があります。先生、日本の国はどこですか？日本はここですね。なんだと？貴様らは日本を愚弄する気か？我が日本国は天地のお別れしい時より。そこ、うるさいですよ。すまん、ちょっと小さすぎるような気がして。なんですか、皆さんは。この御学所は開国倒幕家の恩賞になっている。御大老様より取り潰せとのご加盟を受けて参った。直ちに出て行け。待ってください。ここは子供たちが勉強するだけの場所です。勉強をしたかったら手習いに行け。読み書きそろばんをしてればいいんだ。嫌だよ。英語の方が面白いよ。口ごたえをするな。やめろ。貴様、我らに立てつくか。皆さん、危険だから外へ出てましょうね。長くな。おとなしくしろい。こんな。それ。大丈夫か？修羅場には慣れている。どうということはない。そうかい。しかし、御大老様に睨まれちまったら、俺もおしまいかな。で、どうだった？語学上の授業は。一つ聞きたいことがあるのだが、日本は本当にあんなに小さな島国なのか。ああ、だが広さの点では英国だって日本とどっこいどっこいなんだぜ。英国が世界に冠たる国と呼ばれるようになったのは産業を発展させたからだ。つまりその産業とやらを発展させれば日本も世界に勝てるのか。うん。だがそのためには
今のこの国のありようでは無理だと俺は思っている。どんな国になるのかは分からんが、上位では無理だ。幕府ももはや新しい国はできない。幕臣のくせに幕府を否定するのか。呆れたな。何と言われようと俺は俺だ。お前さんも己の心に従って生きるべきではないかな。しばし付き合ってくれ。バカな、血迷ったか。俺はただお前に聞いているだけだ。上位で本当に日本は救われるのか、上位の後日本はどんな国になるのかと。一体何があった。語学所でいろいろ考えさせられた。語学所だと。日本を救うためには異国の卓越した知識を吸収し、産業を発展させ、諸外国に負けない国を築くことではないかと。お前、開国論者のもろに洗脳されたな。違う、自分で考えたのだ。小暮、お前は言っていたではないか。考えるのは俺、お前は俺の刀と。昨日まではな。俺はお前の心変わりを絶対に認めんぞ。赤城、そういうお前だってここに入院したからこそ助かったのではないか。それはお前が勝手に連れてきたんだろう。こっちはありがた迷惑だ。下等の医者にかかるくらいなら死んだ方がマシだった。わかった、今日のところはこれで帰る。ああ帰れ、お前の顔など見たくない。あいつが外国かぶれになるとは。へい、らっしゃい。いやー、ついに僕も生きがいというものを見つけたのさ。へへ、JJがどうしても弟子にしてくれって聞かないもんで。そういうこと。さあ、僕がスーシーを握ってやるから、どんどん注文してくれよ。へい、お待ち。さあ、食べてくれたまえ。どうした、遠慮はいらないよ。どうだい、お味は。本当かい、それはよかった。いくらでも握るからどんどん注文してくれよ。へい、らっしゃい。こいつは驚いたな。偉人が寿司を握るという噂は本当だったのか。そうだ、拙者にも一つ握ってもらおうか。えい、お待ち。なんだこれは。見た目はともかくとしてなかなかうまいな。ああ、いいよ、もっと握ってくれ。英国副使ジェット・ジェンキンス伯爵だな。え、ああそうだが。下等のくせに寿司職人の真似事をし、日本の伝統文化を怪我した罪で召し取る。なんだって。どうした、
寿司を握るくらい別にいいだろう。お代官様、これは五大老様のご命令です。いや、しかし。さあ来い。おい待て、JJ は本気で寿司職人になりたかったんで。あっしにはわかる。ゆうべは一晩中寿司の握り方を練習していた。どうかお願いします、 JJ を。あっしの弟子を助けてやってください。よせ。どうだい、少しは反省する気になったかい？僕は無実だ。ただ寿司を握っていっただけじゃないか。この方、見かけによらずなかなかしぶといですの。さーて、いつまで耐えられるでしょう。姫君様、お楽しみのところを申し訳ございません。少しだけお時間をいただいてもよろしいですかな。いや、君かい？ありがたい。君こそ真の友だ。逃げそうったってそうはいかないぜ。手柄をあげて姫様から褒美をもらうんだ。もっともっといたぶってもらうんだ。ありがとう。助かったよ。あの三姉妹は実に恐ろしい。僕はもう少しで無実の罪を認めてしまうところだった。お父様、よろしいのですか？どうということはありませんよ。心配せずとも、お楽しみはたくさん用意してありますからね。あ、伯爵。話せば長くなります。とにかく傷の手当てを。何事だ。
拷問で体力が衰弱しています。しばらくここで治療が必要なのです。この偉人野郎と枕を並べて寝ろというのか。はい、仲良くしてくださいね。ああ、傷はだいぶ良くなったが、胸クソが悪くなった。どうぞよろしく。寿司は美味しいね。僕は感動したよ。日本には素晴らしい食文化があるんだと。聞いたふうな口を。僕は寿司屋に弟子入りしたんだ。日本の伝統文化は奥深いんだ。寿司を握ったくらいで偉そうな口を叩くな。君の言う通りだ。僕はもっともっと学びたい。次は何に弟子入りしたらいいかな、教えてくれよ。偽物をご覧に入れましょう。罪人とは、なんてこと。やめとけ。今飛び出しても犬死にだぞ。絶叫ですわね。もがき苦しむ表情がたまりませんわ。お楽しみっていうのはこのことだったんだね。あげろ。抗議に逆らう滞在人の哀れな末路をとくと見ましたか。耐えられません。行きましょう。あのような残虐行為は人のすることではありません。五大老様に断固抗議すべきです。聞く耳があればあのようなことはしませんよ。もはや黙らせるしかない。永遠に いけません。そのようなことをおっしゃっては。私が五大老様のもとへ行き解き伏せてまいります。何をバカなことを。心配だ。お前さん、ついてってくれ。頼んだぜ。相手はあの絹川だ。何をしでかすかわからん。
お前さんもそのつもりでしっかり準備していくんだぞ。お侍様、追いかけてきてくださったのですか？ありがとうございます。やはり一人では心細くて、あなたがご一緒してくださるなら心強いです。これはこれは、ようこそおいでくださいました。ご大老様に申し上げたいことがあってまいりました。はて、何でしょう？公開処刑の件です。あのような残虐行為は今後二度となさらないでください。お言葉ですな。私が処刑したのは上位志士、公儀に背く反逆者ですぞ。どんな罪人であれ、この国の仕置きに釜茹での刑があるとは聞いておりません。よくご存知で。しかしながら私は法を超えているのですよ、お嬢さん。あなたは残虐行為そのものを楽しんでいるように見えます。為政者として恥ずべきことだとは思いませんか？何をおっしゃるかと思えば、孔子様の今のご発言は私への侮辱を通り越して日本国への内政干渉ですよ。日本国への宣戦布告とみなし、あなたを処刑します。あなたは人間じゃない。孔子様を連行しなさい。直ちに公開処刑を行います。はっ。かな、動くな。手が滑って孔子様のか細いお首を傷つけてしまうかもしれませんよ。いい土産ができました。娘たちはさぞ喜ぶでしょうよ。いいおもちゃが手に入りましたわね。夜は長い。ずーっと楽しませてもらうよ。それじゃお姉様、あたしから行かせていただきますわ。もう、なんてしぶといですの。まったくだらしないね。あたいが手本を見せてやるよ。これだけ痛めつけてやったのに。どうやら私がお相手するしかなさそうですね。お手上げですわ。
嘘。お姉様まで。南蛮娘、釜茹での図。いいですね。浮世絵にしたい。処刑しなさい。はまだまだですよ。そうそう、ゆっくり下ろしてください。苦しむ顔を見たいのですから、ゆっくり、じっくりとね。ああ、神様。ねえ、見てられん。やめやめ。処刑中止。今すぐ縄を解き。皇子様を解放しろ。ことぶき君、私に逆らう気か。ことぶきをひっ捕らえよ。皇子ともども釜に沈めてしまいなさい。はっ。はっ。えっ。どんどん来い。拙者の花道、武士の心意気で飾ってみせよう。もうお遊びはおしまいです。あなたには死んでいただきますわ。あたいらを怒らせた罰だ。泣きわめいて命乞いしても遅いですの。お父様、親不孝の娘をお許しください。どうにか片付いたな。手間取らせたぜ。とにかく無事でよかった。それより急ごう。そうだ、こうしちゃいられない。ローラさんが危ないんだ。あんたの道具だ。丸腰じゃ戦えんだろう。
ことぶき光もここまでか。そうです、悪あがきもそこまでです。いや、処刑を再開してください。は、何事だ？ん？あ！拙者の株をすっかり奪われてしまった。うん、やってくれますね。よくも私の楽しみを邪魔してくれましたね。やるぞ、おさん。おお。行け！なんで？あれ？この地獄！こんなもん！よし、暇じゃねえ！暇じゃねえ！暇じゃねえ！来やがれ！くれ！くれ！くれ！こっそら暇じゃねえ、おとなしくしろ。それ、せえ、せえ、皆さんお静かに。孔子様のお命がどうなっても知りませんよ。勝負は最後まで分かりませんね。うわ、そうとも、勝負は最後の最後まで分からないものさ。よくもこの身を傷つけてくれましたね。待たせたな。死に損ないもお出ましですか。赤城、ローラさん、今のうちに。はい。身の程知らずめ、この私に挑もうというのか。いいでしょう。本当の恐怖を味合わせてあげますよ。
なかなかやりますね。バカめ。しぶといやつですね。落ちなさい、落ちなさい、ほれほれ。異性者は時として鬼になる。この南極にあっては常に鬼にならねばならないのです。そうしなければこの国は成り立っていかないのですよ。うっ、貴様、うっ、あ、あ、うっ、うっ、うわあ。ついに終わったな。見事な戦いぶり。いや、感動した。お侍様、無事でよかった。ありがとうございます。あ、ジーサス、化け物か。一度や二度殺したくらいでは死なないのですよ。絹川、恐るべし。まだまだ驚くのは早い。我が命ある限り、真の支配者が誰か思い知らせてあげます。気をつけろ、あいつら虎の子の親衛隊だ。受けた。早く絹川を追うんだ。五大老様に逆らう者は生かしてはおけぬ。我ら暗闇脳天が相手だ。これからだ。楽に。
わりだ。無念、しくじったか。申し訳ございません。キルガワ。ご大老様。キルガワ。どうした？姿が見えない。あれを見ろ。しまった、黒船を奪われたぞ。しつこい奴らめ。あいつ一体何をやらかす気だ。わからんが援護するんだ。しつこいやつめ。貸せ。うわっ。どこまで私の邪魔をすれば気が済むのやら。だがその執念だけは認めよう。褒めてあげますよ。さあ来なさい。まだだ、まだまだ、倒れるわけにはいかんのだ！
私の勝ちだ。上は将軍をいただく秩序と規律の体制を守ったのです。私の名は永遠に残ることでしょう。黒船が…お侍様が…元より覚悟の上だったか。あいつこそ武士の中の武士だ。動乱の幕末をそれぞれの旗を掲げて戦った者たちはここに矛を収めた。お互いが理解し信頼することによって内乱の危機は去った。その後ローラは将軍に謁見し、ことぶきやモロをはじめとする仲間たちの無実を認めさせた。信頼と権威を取り戻した幕府方は休む間もなく庶民のために働き、日本国中にあまねく安全と平和をもたらした。開国を促した外国は日本の貿易と産業のさらなる発展を促し、日本は近代国家へと急速な発展を遂げていった。攘夷に命を懸けた若者たちは草の根に生きる道を選んだが、日本人の誇りは常に持ち続けていた。網浜の海に今日も朝日が昇る。大海原に差す日の光はあの無名の浪人のように自らが輝ける希望の光となって後の世の人々を照らし続けるのだ。